こんにちは、新谷之助です。本日は奈良県生駒市の、一部駅から、徒歩圏内にございますオルゴス、一部という物件のご紹介をさせていただきます。こちらの、今回のお部屋はですね、全面的に、リノベーションをさせていただいた大変、おしゃれで、綺麗な、お部屋となっておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、間取りの方はですね、ワンルームという形にはなっているんですけども、そちらのこちらですね、洋室のお部屋となっております。はい、そしてこのお部屋でですね、まあ、ベッドであったりとか、またソファー、テレビなど置いていただけるんですけども、まず床の方はですね、まあ、フローリングにはなるんですが、本当に木のぬくもりを感じれるような非常に、質感のいい床となっております。またですね、こちらの収納スペースですね、こちら、2つあるんですけども、両方ともこちら可動式となっておりますので、お好きな間取りに、変更して、自分ご自身のね、好きな、お部屋を作っていただけるような素敵なお部屋となっております。はい、またですね、こちらのエアコンの方備え付けになっておりますし、また照明の方もですね、こういったダウンライトですね、もう埋め込み式になっておりますので、まあ、照明の方も、必要ない、ところとなっております。またこういったですね、ローブカーテン的なものもついておりますし、またこちらですね、バルコニーとなっておりますので、まあ、こちらの方ですね、洗濯物を干していただいたりとできるようなところとなっております。まあ、窓ガラスはね、こういうケアガラスを使っておりますので、閉めていただきますと、遮音性効果もあるような窓ガラスとなっております。はい、そしてですね、キッチンの方がですね、こちら、大変、広々としたものになっておりまして、3口、備え付けのガスコンロ、の、システムキッチンとなっております。まあ、あのファミリータイプに使えるようなですね、コンロとなっておりますキッチンとなっております。また収納スペースもですね、こういった引き出しタイプのものになっておりまして、奥のものを取り出しやすいような、素敵なキッチンが入っております。まあ、お料理好きの方にも大変喜んでいただけるような、キッチンになっておりますね。はい、そしてこちらの方がモニター付きインターホンですね、カラーでお確認してお話ができますので、防犯面でも安心していただけます。はい、そしてこっちの方ですね、お部屋の方出ていきますと、収納スペースがこちらにはございまして、まあ、こちらの方に、可動式の棚がございまして、まあ、こちらの方にもいろんな長いもの等もですね、しっかりと置いていただけるようなところになっております。はい、そしてですね、こちらの方が、洗面所となっておりまして、この辺りも全て新しくさせていただいております。まずこちらの奥ですね、ウォシュレット付きのお手洗いとなっております。また、独立洗面台のシャンプードレッサー、また、室内洗濯機ですね、お風呂の方もですね、新品に入れ替えておりますので、まあ、こちらの方も綺麗なお風呂となっております。また玄関の方はですね、玄関部分にですね、こういった収納スペースがございますので、まあ、あのお部屋の中に入れたくないものとかもですね、こういったところに、収納していただけますので、非常に便利な、スペースになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸のマスクではご来店予約をいただきますと、制約実績な特典をご用意しております。ぜひご来店予約をお待ちしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。